外の世界がパッとこう広がることで、ここの、まあ、物理的なこの部屋がデジタル側にですね、こうパッと拡張つながって広がったような感覚を受けるかなと思います。自然に追従するために、まあ、ちょっとその処理の仕組みっていうのもアーケードゲームとかでのインターフェースとかですね、ハードウェアの技術っていうのを実は裏で使ってたりもしますね。住宅が人格を持つというか、住宅が自分の友達になるというか家族になるというか、もう10年内にはある程度人格を持っていて、名前をつけたりとか、こうペットのように扱ったりとか家族のように扱ったりって普通になっている気はしますね。今までダイワースは家を建てるっていうことをしてきたんですけども、今後ですね、家を生かすっていうような取り組みにしていきたいというふうに思ってますので、まあ、未来の建物の今後のですね、在り方みたいのは少し示してきてるのかなと思ってます。